アッキー高田市市長のタイプはコメント返信というタイトルをつけたんですけど、もともとのライブを見てくださった方が返信をくださいました、はい、ありがとうございます、そのコメントというのがタイプ類型論から考えるアッキー高田市市長というところで、はい、いや私が INTJ さんのコメントの返信をするときに、なんか INTJ さんってこういう人だなって思いながら、はい、耳であの秋高田市市長の、はい、議会とかのまとめた動画がたくさん上がってるので、はい、それを聞いていたところ、あの人 INTJ じゃんって言ったライブの返信が来ました。でその返信で TI さんですね、うん、TIA と書いてあるので、はい、ティアさんなのか内向志向の A タイプだよっていう人なのか、はいはい、どちらかですね、はいはい、かけてるかも、ダブルミーニングかもしれません、はい、その方から、いや僕が INTJ だよ、はい、と言ったのに対して ENTP か、うん、ENTJ だと思いましたと、はい、この方もあ ENTP、はい、なんだね、内向志向ではないかもしれない、はいはい、まあ、持ってるけど、うん、ソシオニクス的にははい、ごめんなさい、ENTP の私はよくやったとしか思いませんでした、はい、だって議会は仕事ですからと、はい、議会じゃなければもう少し優しくしても良いかもですが、税金をもらってる身ですからねと、うん、それに見合った仕事をしてないというだけではないですかねっていう返信をもらったんです、はい、で、ああ、外交か、はい、で確かに隊長はずっと言ってましたよね、はい、あの人外交です内向ですか、はい、って、はい、外交、僕は外交な気はしてたんです。外交っぽく見えるところから、なんか外交っぽいっていうか INTJ だと、はい、なんか真面目な感じがするんですよね。なるほど、はい、もう正論、ちゃんとした正論というか、はい、だから私はこうこれこれこうでこう思いますみたいなっていう批判はバンとするかもしれないけど、はい、秋田方市の市長は、はい、なんかどっちかというと有足取りに近い感じ。あ、なるほど、お前らは分かってないだろうみたいなことを言うじゃないですか。そうですね、はいはい、あなた本当に分かってますかみたいな、ね、僕あ NF タイプ、はい、NF タイプです、はい、僕から見ると、はい、全部一言余分なんですよ、はいはいはい、でか、はあ、みたいな、分かってない、分かってないようなので説明しますみたいなことを言うじゃないですか。でも僕も、はい、はあっていりますかってもう、はい、言いたくなりますもんね、やじ、はい、っていう感じで、なんかも INTJ だともっと真面目な感じがするって感じです。なるほど、ちゃんと正しい、これが正義だみたいな理屈が自分の中にあって、はい、それを主張しそうな気がするって話です。なるほど、っていうよりもなんかこうこの場をうまくこうENTP だとこう論破じゃないですか論破芸だと、はい、とか ENTJ だと目標達成じゃないですか。はい、そうですね、どちらも理屈よりも目標達成とか論破とかに意識が向いてるわけじゃないですか。やっぱりこのこちら、あなたの天職が分かる16の性格なんですけど、うん、やっぱりこの ENTJ を見ると新たな課題に挑戦していきたいっていう意識が強く、うん、慌てて決断を下しがちで、非常に論理的かつ分析的であって、知性を駆使して物事に対処する、自分がするべき持てる能力を全部発揮したいっていう思いが強くて、時々の状況でどこが悪いっていうのを自然に指摘できるし、うん、っていう方なんですが、やっぱり悪いところとして挙げられるのがやっぱりこのせっかちなので、うん、ENTJ さんね、はい、余裕がない上、人の感情に対する思いやりに欠けるところがあると、うん、人と寛容に接することができない時がある、うん、人生に対してもリズムで考えようとするあまり自分の感情さえ押し殺しているみたいな人、はい、うん、やっぱりこの ENTP さんを見ても興奮と挑戦を愛するっていう人で、はい、新しいアイデアが好き、やっぱり新しいもの好きなんですね、うんうん、であらゆる可能性に油断なく気を配る、はい、新種の規制に富み、大抵主導権を握ろうとし、はい、創造的な衝動に駆られている、はい、インスピレーションを重視していて、独自のアイデアを現実のものにしようと必死になると、うん、で主導権握ろうっていう感じはしますもんねで悪いところというか、はい、まあ、そのあまりにも早口で多くのことを話すため他人が口を挟めなくなると、はい、調べてください、はい、調べてないだけです
何か言おうとしても口出しするなみたいな感じじゃないですか。で、率直で公平ではあるが、はい、ずけずけというため、うん、無遠慮無神経と受け止められる危険があると、うん、でその上好きあらば相手を批判しようとするところもあるので、うん、もっと他人の感情を正当なものとして考慮するよう心がけよう、うん、なんていうのが書かれていて、はい、うん、やっぱりこのそれって危険だと思いません？というと、いや老子もさっき言ってたじゃないですか、はい、あ我々は老子のことも動画で撮っていて、はい、老子は言うんですよ、はい、諸君上の人たちが下の者、まあ、下の者というか、はい、人々に行ったことは報復で返ってくるよ、はい、なので今それが目の前で繰り広げられているなって、はい、NF タイプの僕は思ってるんですね、はい、言い方一つで、はい、もしか僕が、はい、1日だけ、はい、石丸市長の中に入ったのであれば、はい、僕はもう議会の中で、はい、多分一番偉い人を多分待ち伏せにするんですよ、はい、一人になるところを見計らって、はい、まあ、エレベーターの中でいいですかね、はい、乗った瞬間にパッて乗って、はい、どうもどうもと、はい、勇気を振り絞ってきましたと、はい、僕の何がいけないですかね、ちょっとここで言ってくださいよ、うん、でやってちょっと今日飲みに行きません二人で、はい、でやるなって思うんですよ、うん、ちょっと腹割って話しましょうよって、はい、男同士、はい、っていうのどうですかね。まあこじれる前ならありだと思いますけどね。こじれてからもありですって。こじれてからはむしろ、いや例えばその後二等兵がずっと中にいるんだったらありかもしれないけど、その運営ができる、はい、あなるほど。でその聞いてくれない可能性あるじゃないですか。エレベーターに乗った瞬間うわって顔して出てくる可能性があるわけじゃないですか。そんな嫌な顔しないでくださいよでもそれに対してイラッとするじゃないですか二等兵あ僕が相手だったらあ自分が歩み寄ろうと思って行ったのに、あでもその時は歩み寄ろうとして言ってますし、はい、もちろんこれは後で YouTube で喋りますよ、はい、今日、はい、あの向こう側のとこに行ってきましたよ、はい、なかなかねやっぱね話せばいい人でした。僕もそこで頭を下げてきました、はい、っていう動画を撮るなって思うんですよ、はい、でなんかちょっとずつ丸まっていくような気がしません？まあそれはあるかもしれないですけどね。で、はい、秋田方市市長も言ってたのは、いや言われれば僕は土下座だってしますよ、はい、っていうのを会見で言ってたんですね、はい、でもどうせなんか許してくれないんでしょみたいなことを言ってたんですけど、多分やりたいことがあるわけじゃないですか、はい、やりたいことをやらせてくれるんだったら土下座でも何でもしますよっていう意味だと思うんですよね。あなるほど、はい、一旦土下座しようじゃないんですね。一旦土下座することによってこれが達成されるんだったら土下座でも何でもしますよっていう意味だとするとこれが重要なわけじゃないですか。なぜなら、はい、この NT タイプ、はい、SP タイプは、はい、功利主義者、はいはい、目標達成目標、はいはい、っていうことだと思うんですよね。で土下座したところでこれを通してくれそうにないなって思うわけじゃないですか。でもそれはちょっとずつですよ、はい、様子見で一、はい、回二人っきりで、はい、僕よくそのエレベーターの中とか使うんですよ、はいはい、のとか二人、はいのシーンをあえて作るみたいな、はい、で話してみると案外話せたりするじゃんとかって。で話すことが目的ではないわけじゃないですか市長としては。いや対話は目的ですよね。で手段じゃないですか。あそっか。で、うん、この通してくれるかの探り、はい、でまあ外交だと短期なわけじゃないですかせっかちなわけじゃないですか。まあ、彼は、はい、あ彼はというかごめんなさい、はい、ENTJ、はい、ENTP だとすると、はい、せっかちな面と、はい、自分のやりたいことをやりたいっていうのがありますね、はいはいはい、でそこでじゃあ前向きに検討するよみたいな形であればまだいいかもしれないけど、はい、そんな無理だよって言ったらまたカチンときそうじゃないですかでもまだやってないですよね。それはやってないですよ多分、はい、2人っきりで喋る、はい、でそのともちょっと下から出るだけでいいんですよ、はい、年配ですから年長ですから、はい、あんま分かんないですけどね。それまでがどうしましょうね、なんとか議員って、はい、弱者にどうしたらいいか教えてくださいよ逆にって。
弱敗者と思ってないですもんね。言ういやそれはリップサービスですって無能って思ってそうですもんね、無能どもがってどうなんでしょうね、はい、でもなんかその僕だったらそうやってやるのにと思って最近ずっと見てるんですよ、はい、もう強くなりすぎなんですよ。でそれが、はい、それで通るっていうの確証があるんだったらやりますよみたいな話だと思うんですよ。確証はい、確証なんてそれは進まんとわからんよ。はい、俺だってちょっとここで、あ今議員をやってます。議員をやってます。はい、でそのもともとは仲は悪くない時はあったわけですよね、最初の方。でもまさ一発、まあ、初期からもうあれをかましたわけじゃないですか、はい、あれをっていうと恥を知れ、恥を知れ、恥を、はい、っていうのもあれは、はい、言い切ったわけじゃなくて、はい、恥を知れ、恥を、はい、と、はい、言われてもおかしくない状況ですよ、はい、の、はい、そこが切られてるんですね、はいはいはい、恥を知れ、恥をだけが、はい、切り取られている、はいはい、だから、まあ、はい、それって別に上から言ってないですよね。本来は上から言ってないです。元々はただ切り取られて、はい、世の人は上から言ってる、あれを喝采してるんですよ。おお半沢直樹みたいだ、はいはいはい、でも僕そこにちょっと疑問というか、はい、危険も感じていて、はい、まだなんて言うんだろう、国政じゃないから、はい、彼のなんて言うんだろう、心情というか政党も見えてないし、はい、何今度党とかが入ってくると、はい、何党によってかはい、まあ、その好き嫌いがあるわけ、イデオロギーの対立になるわけじゃないですか、はいはい、そのイデオロギーの部分が見えてないので、まあないんじゃないですか、市議ぐらいだと。あ、見えてないだけだと思っているんですね。でそんなにないですよ多分。あ、市議の段階では必要ないと思ってます。はいはい、はい、あ今僕熱くなりすぎですか。その知り合いに市議の人とかいるけど、そんなに政治思想とかあんまり固まってないですよ。あ、なるほど、はい、で今度それが見えたときに、はい、その今わーって拍手喝采してる人たちは、はい、そのままついてっちゃうんじゃないのって、はい、いう、なんて言うんだろう、危険というか危なくないって。そこ、ね、君たちは何に拍手してるのって。そのやってる人に対して僕は若干、要は彼が正義であるがゆえに、うん、仮想的になるんですよ、そうじゃない人たちは。多分気に入らないんですよ、議員たちのことは。市民たちが、市民というか国民というか、あと、まあ、税金泥棒的な感じの半々ぐらいな感じですけどね、味方ではそのなんか役所の人とかでもそうじゃないですか。なんか役所が不祥事を起こすすっごい叩かれるみたいな。あ、そうですね、はい、であれってこう税金で食ってるから、ね、はい、っていう感情が多分強いんじゃないかなっていう。でそこに政治層が入ってくると、うわこの人ダメってなると思うんですよね。で、あ、僕はで、はい、なんか彼があれをやることによって、はい、仮想敵が生まれ、はい、今度はその仮想敵は叩いてもいいみたいな形で、今結構な大きな塊に見えてるんですね、はい、そっち側が、うん、っていうのは、はい、なんかその彼、君たち今市長に対してではなく、はい、こっちのわーって熱くなってる人に対して、はい、いや君たち大丈夫って、彼のまだ心情とか見えてないよって、はい、っていうのに対して、はい、要は我々の動画にも、うん、その彼は欲なんかないみたいなのがドーンってくるわけですよ、はい、いや、うん、分からんやんって、はい、そこはそこまで分かんないじゃんって思うんですけどね、はいはい、まあいいんじゃないですか。そんなに問題になりますかね。この塊、あ、市長に対、この今市長に対してではなく、はいはい、この仮想敵は叩いてもいいみたいな、はい、層に対して、はい、いや君らもっと冷静になりなとはちょっと思いますけど、ね、思いますけど、はい、まあ、多分人間の歴史がずっとそんな感じじゃないですか。そうなんですよね、はい、コロナとかでもそんな感じじゃないですか。そうなんですよね、叩き合ってるみたいな。そうなんですよね。はい、いやなんか黙ることはできんかって思うんですよ。黙るって言っても、まあネットですよね、まあ、ある意味黙ってる。ネットは人を殺せますけどね。でも実際に、実際にあの女子プロレスラーの女の子の問題とかあるわけじゃないですか、はい、今はその広島カープとか、はい、日本ハムファイターズ、はい、北海道ファイターズか、はい、に対しても、はい、まあ、選手に対してもなんかその交通事故で死んだらいいとか、はい、大丈夫って、はい、で僕は、はい、それはまた別のなんかネット規制とかの話じゃないですか。ああ、はい、っていうのが、はい、ここの今の安芸高田市問題に対して、はい、見えているなって。例えば YouTube、 うちのチャンネルに、はい、そうやって議員を叩くコメントしたところで、はい、議員には届かないですよ。
届かないですね、はい、全く届かないです、はいはい、叩いてないですし、叩いてあのその、コメント欄です。コメントに、はい、うちの動画のコメントに対して議員を叩くコメントをいっぱいしたところで、議員たちと議員たちに直接、あでも僕はもうね、君の人間性が壊れてるよ、壊れていくよって思うんですよ、はい、あこれ僕っぽいですかね、わかんないですけど、はい、保ってるかもしれないですよあそれで、はい、あなるほどなるほどね、はい、どんどん君の顔は悪くなっていくよって思うんですよ、はいはいはい、悪口を打ち込むたびに、まあ、それはあると思います、はい、モテなくなるよって、はい、モテないからやってるかもしれないです。いやそれをやめればモテるのにってそれをやめてモテるだったら簡単ですよ。簡単ですよ、みんなモテてますよ、みんなモテますよ、そんなことないですって思ってるんですよはい、確かに、まあ、で僕はこの、まあ、タイプは何っていうのは確かにいいだねって、はいはい、いうので、はい、まあ、エニアグラムでいうと多分3ですよね。3僕はあの1だなってずっと思ってたんですけど、はい、最近もう3にしか見えなくて、はい、でエニアグラムタイプ3というのは、まあ、この、まあ、リソさんのエニアグラム、はい、あなたを知る9のタイプをちょこっと読むと、この成功志向でプログマティックなタイプ、はい、実際的なタイプ、はい、適応力があって卓越していて駆り立てられイメージを意識する、はい、なんでやっぱりイメージだなって思うんですよ、イメージ戦略をすごいやってるなって、はいはい、なんであの市役所の中であのキックスケーターみたいなのを見たときに確かに、はい、あれ多分エニアグラムタイプ1だったらやらないなと思ったんですよ。やらなさそうです、やらないですよね、やっぱり、はい、まあ、そこに何かあればやるかもしれないですよね。あ松田が広島の松田が作ってるとかね、それがそう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 、はいはいはい、でそれの PR のためにみたいなのがあればやるかもしれないけど、はい、ああいうなんかかっこいいでしょ僕人と違うでしょみたいなみたいなのはまあかっこいいでしょなのかは分からないですけど、ちょっと今エニアグラム3っぽいなと思って、はいはい、だとするとエニアグラム3の健全の方向は、はい、協力してなんですよ、はい、チームプレーなんですよ、チームプレーですよ。以上です、はいはい。